セミ。2 5ミリのセミの幼虫です耳に侵入し内リンパを消費するため宿死となった人は難聴や平行障害を経験しますその後骨伝導で大乗仏教の経典の炎症と知覚される振動を送り込みますごちそう食料が積まれたダイニングテーブルです食料は微味であり食べた人は同様に微味な食料を空腹時に自然発生させるようになりますこれを常食するようになりそれによってエネルギー不足や感染症で死亡します 強制、ピンセットです。使用した人は非常に集中し、強迫性障害を引き起こします。眉毛を抜くように指示した実験では、徐々に集中していき、抜き終わると、次に体毛、皮膚、臓器とあらゆるものを摘出しようとしました。バブルバス。砂糖菓子です。摂取した人の血液は、ピンクのバブルガムのような匂いのする泡となって、腹部や腕や背中の毛穴から分泌されます。 泡は血液の噴出を起こし、4つ以上食べたほとんどの人は失血により死亡します。あるいはリス。リスです。全部で5種類の特定の行動を繰り返し行うグループに分かれ、最終的に同様のオブジェクト個体を作成します。発注の際に、医療用のタンパク質とリスを誤訳したために創造されたと考えられています。接着剤。瞬間接着剤です。塗布し、個体表面と接触させると、周辺の分子凝集力が失われ、押し込むことができるようになります。 一瞬でこの効果はなくなり、両者は永続的に分子レベルで接着されます。批評家。灰色の鉛筆です。オブジェクトは手に取った人の脳内に直接語りかけることができます。創作活動での使用を求めており、描画に用いると、絵のふつり合い、誤りについて興奮気味に助言し始めます。めまい。油絵です。タイム・トゥー・フライト走り書きされており、これを読んだ人は、下り段差を約2000メートルの高さの絶壁として近くします。 そこを降りると30秒空中にとどまった後、強烈な衝撃を伴って地面に激突します。キャビネット。遺体収納用キャビネットです。知性ある生物のことを考えながら開くと、その生物の生きた頭部が出現します。存命の生物を想像した場合、その生物の体から頭部が消失し、キャビネット内に出現します。該当。杉の木です。 顕微鏡で確認できる組織の形状から植物であることは確証されていますが、その見た目は街頭に酷似しています。電気や自動車の排気ガス、光に集まる虫などを吸収することで成長しています。